お疲れ様です。グイよっす。どうしたんですか？あ、どうしたんですか？何が？目の上の部分ですね。目の上？はい、目の上の単行部になっちゃった目の上の単行部になっちゃったどうしたこれか。はい、これは今整形中な。どう、何をどう二重整形してた最中だわ。二重整形、片目だけですか？片目だけこっち俺二重じゃん。はい、一重か。なんか変わらないですけどやっちまった、また喧嘩っすか？え？喧嘩したんですか？喧嘩じゃない、一方的に殴られただけ。一方的に殴られたんですか？やらかしちゃった土曜日。はい、聞いとるだろ。お前チラッとチラッと聞いた？チラッと。ただなんかただ俺覚えてないんだ。覚えてない記憶のない部分で、あ、まあまあ、一方的に殴られたんですか？そうそうそう、まあ、知り合いのお店で、はい、まあ、スナックでね、はい、そのお酒飲んで、はい、まあ、記憶が飛んじゃったと。はい、記憶が飛んでる。まあその区間だけ記憶飛んどる。はい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 。記憶なんかちょ、まあちょっとなんか、まあ後々聞いた話だと、はい、まあ、ちょっとやらかしちゃって。何をしたんですか？全然そういう部分が分かんないんですよ。ああ、そういうこと。はい、何をした、何をしたっていうと、まあ特に別に何もしてない。ただでもカビに穴が開いちゃった。大事じゃないですか。結構カビ穴開いちまった。あ、暴れたってことですか？まあそんな感じかな。暴れてはない年狂っただけ狼男的な感じなんですね。もうなんか夜になると、そうそう、夜12時になるとあおーっ酒飲んで、はい、で殴られたんですか？誰に殴られたんですか？嘘、一人しかおらんだろ。マジですか？あ、カンタ君ですか？わかった、カンタ君ですか？なんでカンタ。いえ、まあまあその飲んどって俺がね、はい、でまあその暴れてね、はい、でまあその後またまあ飲みに行って何軒か、はい、でまあそこは本当知り合いのお店だから、まあさ、なんていうんだろうな、うちの職人とか結構行くお店なの。はいはいはい。そうで社長も行くお店で、はい、でまあその後にまあ別のところに行って、まあ社長の方にも連絡が行って、あ、暴れてるよって。そうそうそう、はいはいはい。でまあ別の店で飲んだ時に、まあ社長から電話がかかってきて、はい、来て、はい、これや来てこれや、もう察したろ、察しました、もう察したろ。はい、お疲れ様です。あれマジなんですか？ミッチーさんのやつです。ミッチー何？ミッチーさんぶん殴ったやつです。俺がマジ以外で喋ると思う。お前も殴ったのか？あこれ動画すんの？動画にしようかなと思って。マジ？はい、まああいつも調子乗ってるだよ最近調子乗ってるの極みだろあいつ最近。だって何回暴れとるあいつ。まあ、暴れとるって言っても、まあ、文句言ったりとか、はい、言い合いとかだけど、はい、結構暴れとるんだよね。疲れとかストレスもあるかもしれんけど、はい、まあ、暴れとるよね。どこでどう殴ったんですか？ジョニーでジョニーでジョニーで左ワンパン殴った。ジョニーで左ワンパンたこ焼き屋さんで殴った。違う俺だって12時か1時ぐらいに電話かかっていいんですよ、ママから。そうですよ、夜ですよね。そう、はい、寺口くんが暴れとるって言って社長って言ってきて、はい、まあ、だけど行って多分いいやお客さんになんか絡む、やっぱ YouTube やってるもんで絡まれるのもあるんだよな。ああ、結構ありますもんね。そう、はい、あいつも行かんよ、そんなとこ行く、あいつも行かんし、はい、でまあ、知っとる店だよ、すぐ行ってすぐそこのスナックだもんな。はい、でなんか別に殴ってはないらしいんだって、はい、俺もあんまり詳しく聞いてないんだけど、はい、でまあ、たまたまそういう話聞いとったもんで、はい、まあ、まあ帰り寺に電話したら、まあ、普通にまだ飲んどるって言っとったもんね。はい、俺もちょっと用事しとったもんね、まあ、知り合いの人たちと飲んだもんね。はい、で帰りにスナックに電話したんか、はい、どうですかって言って、でももう警察呼んでくださいって言ったの最初。はい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 、うん、で警察も来たはずだけどな。でもあいつもそこまでようなことはやってないから別にね。ああ、動画にするんだったら、まあ、視聴者にも言ってくるけど、そこまでめちゃくちゃなことはしてない。あ、僕の想像だと思う。そうそこまでめちゃくちゃなことはしてないんだけど、はい、まあ、なんか言い合いかなんかになったらしい。俺も詳しく聞いてないけど、はい、でまあ、とにかく、まあ、店に電話したらもう帰ってったって言って、はい、で電話したら居酒屋にノーノーとあいつ
普通に何食わぬ顔で飲んでた、何食わぬ顔でもないでファーッて言って、そんなんありましたっけみたいな話し事とか、あいつアホやぞあいつ。ああそうなん、そうそうそう、でなんかまあまあ相手も悪いとかなんとかぐちぐち言っとったもんね。はい、まあ、俺も酔っ払っとったし、はい、まあ、手が出したらあかんけどな。結構だってポコってなってましたもんね。まあでもそんなに言って殴ってないよ、言ってあいつも殴り返してきたよな。あそうなんですか。包丁で襲いかかっていた。うわ怖っ、これパーンって飛んだけど、さすが当たり前だろお前、俺これ夢で飛んだこれピャーンって余裕すごいですねそうそう、でもまあ普通にちゃんとしょったよ、すいませんでした、はい、みたいな。でも酔っ払ってるもんで、ね、最初はなんかわーいって言ったけど、はい、もう普通にしょ、もう普通にしょったってか、もう帰ってっちゃった、帰ってっちゃった、もういいって言ってお母さんに言ってやるって言って帰ってったあいつ怒られるな、これ見たら、ね、この動画見せんだよ、これも残念ながら見せんだよって言って使うのが面白いんだろそうそうまあまあでもそんな感じよ。でまあそれ、まあそれが土曜日なの、はい、それが土曜日で、はい、でまあ俺もパーンになって、はい、まあ帰って、まあ次の日連絡入れて、はい、ね、まあ、サーセッシャーでまあ日曜日、珍しく日曜日会ってさ、でまあそこで話して、はい、あの戦力外通告された。二軍落ちってことですか。いや二軍落ちじゃない、もう除外された除外え、マジですか除外、除外マジですか。まあ年内はね、年内はそのこっちで足場やって、はい、来年はもうクビ。マジですか。来年独立します。サムネに出とるだろ結構いろいろ出てますね、僕ら独立しますって。はい、そんな感じ。え、マジですか。うん、独立することになったから。そういうことだ。え、もうそれはもう足場屋としてやるんですか。まあ俺足場屋として。え、またゼロから。ゼロからのスタート。最近暴れとるで。それはダメだわ。まずお酒を飲むの控えろな。もうやめた方がいいんじゃないですか。控えろ。そういうことな。はい、だってちょっと前もありましたもんね、なんか動画になってましたよね。ちょっと前なんか暴れてみたいな。ああ、はいはい椅子が飛んだやつな。椅子が飛んだやつな。椅子って飛ぶんですかって言ってたやつな。そうそうそう、はい、でまあまあいい機会じゃないと思って、まあ、独立するの。独立ももうマジなんですよね。ん、独立もマジマジだって、もうこのままおったってもうおかしなるでしょあいつ。調子乗りすぎるじゃん。おかしなるだろ。はいはい、いやまあ行ってだんだん会社もほんとどんどんあいつが来てから8年かもうなんか結構独立みんなしててるし、まあ俺もあいつにも言ったけどパワーもあるし力もあるし、はい、でやっぱモテ余しちゃったんじゃない。ああそういうことですか。そうそう、ミッチーが伸びてて、まあもちろんあのリュウジちゃんもみんな成長してっとるけど、はい、でまあそれ頭一個抜けた状態の時にやっぱ人間ってやっぱそうじゃん、一生懸命やってる時ってそうね、あれだけど、はい、なんかまあちょっと余裕も出てきたっていうか、まあ、YouTube もちょっと落ち着いたじゃん、はい、撮影もちょっとなだんだん減らしてっとるじゃないけど、まあ交代で撮ったりとかしようじゃん、はい、うん、なんでまあいい機会じゃないって。あーでも言ってたら YouTube とかも出やいいじゃん別にって、はい、でいいけど逆にあいつを追えるじゃんドキュメンタリーで。そうあいつのミッチ成長の旅シリーズか本当にミッチーチャンネルじゃね。本当にミッチーチャンネルですね、うん、まあ、収益は俺につけとけよ当たるねお前塗り替え道場 TV ですそうそうだけどまあまあいい機会じゃない、はい、でそれでまたパワーアップして帰ってこいんじゃない。ああまた帰ってくるのはあるんですね。そうそう、俺ちょうど29で独立したの。はい、で今うちから独立して会社成功してる子もおるじゃん、あの動画出てくれた子も何人かおるじゃん、はい、ああいう風になっていくためにはまあいいチャンスなんじゃないって。昔のことはダメになるだろうこのまま。はい、そう、来年から独立することになった。それ自分から言ったんですか。自分、いやもうクビ、お前クビなって言われたんですか。そうそう、お前クビなって。クビよろしく。マジですか。クビよろしく、はい、オッケー。でまた、え、マジですか。うん、3言葉今から降りとこう、はい、わかりました、パス、はい、首、よろしく、オッケーって書いてた。うん、マジですか。それから会ってないし、ちょっとそんな感じなんですか。そんな感じだったわ。僕すごい気になるんですけど、うん、3文字で言ったんですか。ね、3文字で。あ、3言葉です。3言葉って何。みっちさんが言ってたんですけど、うん、なんか朝、日曜日の朝、うん、社長がみっちさんの家来て、うん、お前首、じゃあな、以上、みたいな。うん、そうやってたよ。マジで言ったんですか。いやでも喋って30分ぐらい喋って、まあ10分ぐらいかな、10分ぐらい喋ってたよ。あ、そうなんですか。まあまあでも言ってあることないだろう別に何も。
ああ、そう、甘やかしてもよくないし、はい、だからもう二度とあいつと会わんつもりだから、根性のお金だと思って。まああいつしっかりするんじゃない。俺も多分経営者やってなかったらこんな人間になれてないもんね。やっぱり苦労こそ人の成長でしょ。でいい意味で会社がでかくなりすぎたもんで、はい、だって、うん、まあ支えきれんだろ今のあいつじゃ。やらしたいんだけど、本当南成功の社長が、はい、うん、支えきれんのじゃ。だって覚えなかんことがあるよっていうこと。でそれはもう今うちにおっては覚えれんかなとは思ってるんだけど。ああそう、仕事はできるだろあいつだって、はいはいはい、で YouTube でも、まあ、喋れるじゃん、はい、マッチコメント湧くけど、マッチコメント湧くぐらい人気ってことだな。そう、すごいと思う。そうそう、まだ龍神たちとかってまだ優しいじゃん、はい、いい人ぶるじゃないけど面白いバカなこと言えるっていうか、はい、もう嫌われ役やれないじゃんまだ、はい、だからあれも下にも対しても仕事に対してもそうやってね自分で厳しいことをやれるもので、はい、ただやっぱもう周りがそのね学んでいって、そのまあ師匠、またこれコメント欄あれるかもしれんけど、まあ、そう勘違いしちゃうんだよ俺らも、まあ、そこら中で声かけられるもんね。ああ、そうすごいですもんね。そうそう、43だもんねまだ俺はさ、はい、まあ、いろいろ嫉妬何回も調子に乗って失敗したから俺もね、はい、うん、だからあいつってやっぱ初めてのその人生初めてのお前だったモテキみたいなもんだよ人生初めての何怒るからあいつ初めての春29歳ウィッチ初めての春って動画一本撮ったねあいつ青春物語ですか。 でもこれで日曜日その春は終わったけどな夏を通り越して冬が来たけどなあいつには早い季節の変わり目、うん、だけどいい意味であいつもスイッチ入ってんちゃうの。まあよくあコメント欄であるじゃん、言うこと聞かないやつはやめさせるんかって言うけど、当たり前なんだろうな会社って、はい、うん、だって俺の会社なんだもんね、はい、だけど意見とかは俺すごい聞くっていうか、意見アドバイスは聞く、はい、だけど俺はこうしたいってもう決めたらそれしかできないんだからさ、はい、それは俺がだってね、じゃあ塗装、まあ、やめましょうとみんなが言いに来て、はい、まあ、逆に何でもいいわ、じゃあ近くで飲食店やりましょう、まあ、そういうのもあるわ、飲食店やりたいとか、はいはい、会社の近くで焼肉やったら職人も多いじゃん、はい、だから見てくんちゃうとか、うん、まあそうかって、うん、まあなんでって言ったらこうでこうで、あそうかそうか、いろんなこと聞いてやっぱ、まあ、やめたってなるわけでしょ、はい、いろんな、まあ、意見はある。だってこれから店長たちも 今、まあ、今営業近いところも結構喋るからさ、はい、意見は聞いてるし、まあ、そういう方向は行くけど、はい、でも、うん、会社の言うことっていうのは絶対なわけでしょ。ボトムアップはあっていいけどね、はいはい、もちろんトップダウンじゃないよ組織は、はい、ボトムアップになるぐらい力つけて、あいつも力つけたからあいつはこうしたこうしたって言うじゃん、はい、でじゃあまあそれは嫌だなっていう場合もあるし、あまあそこまで行ってこうこうこう、あ俺も計算がついたらあじゃあやってみようかって力ついて、まあ、あいつも独立は成功するんじゃない。来年からよろしく頼むわ。俺の現場に動画撮りに来てよ。多分許可が下りないですね。許可そういうこと。外注ですもんね。外注じゃないって普通に何なんですか。他社だわ。他社だ。受けもしない、ね、他社だ。えそのうちの会社受けもしないんですか。うちの仕事で材料持ってないじゃん。あもうだってもう本当体からだよね。だから本当一からのさ、本当体から行って、まあその従業員も何人か使ってさ、はい、あそうかそうか。まず従業員第一号もう決まってるもん。誰ですか。一番下の弟。あのかっこいい、かっこいい、俺よりかっこいいやつ。ミッチさんに似て。俺に撮るだろ結構。ミッチさんのお兄さんに似て俺のお兄ちゃんもいいいらんやろその言葉なのでまあもう来年はもう一からもうそのあれだな、はい、もうその応援っていう形で。はいはい、そうですよね。そうそうそう、応援で、はい、まあいろんなとこ電話して使ってください使ってくださいって。でまあそっからスタートして、まあ手間受けでやっていくのか。はい、でトラック乗れるやつがね、まああれだしトラックもないからさ。はい、そうそう、まあそこもどうしていくかって、まあ、考えてからかな。はい、何年かしたら戻ってこいとは言ってるけど、はい、まあでも分からないよな。あいつもそれでやっぱもっと自分の力試したいと思うかもしれないし、はい、南瀬こうもっとね、もっと大きい車に乗ってやっぱまたさらに挑戦したいと思うかもしれないし、はい、逆にはもう南瀬こうにね、もう負けんぐらいの会社作るかもしれないしな、はいはいね、それは分からんし、まあでもあいつの成長もやまあそっちはいいんじゃない。殴ったった方がいいんじゃない。殴ったことの正当化ってコメント欄ありそうだな。そう、すごい思ったんですけど、まあ、いいか悪いかは別だよ、はい、俺と寺道の問題だもんね、まあ、そうですね、なんか横やり入れる必要は全然ないと思います。横やりは入れる必要ないよね、はい、うん、まあ、それをいいとかあるって言ったらもう殴ったこと自体はもう 100% 間違ってるからね、はい、でも俺と寺の関係の問題だから、はい、全部自分に子供がおって殴らなかん時もあるかもしれないしね、はい、うん、
まあ、それはいろんなことあるじゃん、はい、それはまあ殴るっていう行為は間違っとるっていうだけでしょ、はい、それ悪いことやるっていう行為は間違っとるだけでしょ、法律に違反しとるっていうのは、はい、そのことはもう俺も子供じゃないで分かってるからさ、はい、それも覚悟して手出しちゃうわけでしょ、はい、まあ、あいつにやり返されるかもしれない。あいつにやり返せたら勝てへんだろ、俺もう。こっちもやっぱり。あいつベロベロで俺が走らなくなったらいいけど。はい。まあでもそれでやっぱ崩れない関係っていうのは。まあ分からんけどな。それは分からんじゃん。始まってみんと分からんし。それはだってリスクもあるよね、ああ。それはでもそれをやめて、じゃあ、なあなあにしていくよりは、あいつにとってもいいんじゃない、うん、俺にとってもいいかもしれんけど。あ、もうきちっと。俺もそうじゃん。はい。じゃあ、あいつがおらんと会社が運営できんっていう今状態かもしれんけど。はい。それに甘えて、じゃあミッチが何やってもいいっていう会社作ったらよくないでしょ、はいはい、他の龍神たちの成長にもつながるよね、はい、これってだから会社って何回もそんなことあるもんな、こいつだけはやめてほしくないっていう子がやっぱり出た時に、はい、会社ってそういうのもやっぱ持ち直していくのも会社だしね、はい、まあ、ある意味あいつの成長っていうのをこれからドキュメンタリーで追いかけていきゃいいし、はい、で塗り替え道場もどう変わっていくかっていうのも龍神たちもどう変わっていくかっていうのも面白いんじゃない、そうですね、うん、本当にこれは成長じゃん、はい、まあ、これは本当に会社組織の話で、はい、YouTuber ではない話じゃん、はい、うん、組織がどうやって成長していくか、日本の南瀬こう、まあね、会社か足場会社買うっていう話も出てるもんさ、はい、だって戦力不足は戦力不足だよね、俺、そうですね、結構大きい仕事ばっかり、うん、そうそう、あいつの顔の傷より俺の心の傷の方が痛いわ、つまり嫌だっていう気持ちもなかったんですか、な、もうすぐ飲み込んだんですか、そのなかったね、あ、マジですか、独立しろって言われて、で、なかったっていうか、はい、独立しろって、はい、わかりました、あ、その二言だった、あ、マジですか、うん、もう決めたんですか、え、もうすぐ決めたんですか、その自分の中ですぐ決めた、はい、まあ決めたっていうかね、独立しちゃうって言われて、はい、行ってこいみたいな感じだよね、行ってらっしゃいみたいな、行ってらっしゃい、行ってきますみたいな、はいはいはい、はい、まあその話したときに、まあ社長から聞いたかもしれないですけど、うぇいうぅすやっとお前なにお前会社の資金まだいどんじゃんこれ、え資金がまだ絶対は絶対はっすね会社の資金まだいどんじゃんこれ、会社の資金まだいでネットワークも繋いでます、あ、Wi-Fi も使ってます、 Wi-Fi 取ろう、知ってるよはい、そっち側座るの嫌だわお前の晴れた顔見たくねえこっちめっちゃ綺麗ですから、何撮ったの、はい、撮りました、はい、やらかしたなお前も、やらかしましたね、なんで最近そんなに荒れるんだろうな、まあ人殴ったりはしてないけどな、そうっすね、なんで一回一回飛ばしただろうお前一回飛ばしてます、なあ動画になったやつですよね、動画になったやつ、お調子持っとんだって本当に、そうっすね、それはあるっすそれはあるまあまあ絡んできたねこいつね、はい、あ、マジっすか、なんなんすか、なんで悪いんすか、なんか覚えてるお前、いやそこら辺ちょっと多いの、覚えてる、一番鮮明に覚えとるのが僕パーン飛んできて行ってってなってからですねパッて言ったら貧血で倒れるからって目覚めた目覚めたっす、一瞬で一瞬で目覚めた、目覚めるわお前、目覚めるわこっちからじゃわけわからんこと言ってて、俺もなんかわけわからんこと言い返しとったけど俺も酔っ払ってるもんね、あんまりな、こっちも酔っ払ってるもんね、1時2時は飲んできて、はい、帰りだもんね、そうっすね、まあ行って会社の近くだもんね、俺も家近いじゃん、はいはい、まあ、いい機会じゃない、まあ、独立、まあ、そうっすね、いい力試しもなるしな、はい、またね、手に入るものがいっぱいあるので、親方の人もね結構見てくれとるで分かると思うけど、はい、まあお前もよく言われてるじゃん、俺もいろんな独立した人とうちから独立した子たちとかと酒飲んだりしてる時に、はい、お前は甘えとるとか言われてるじゃん、まあ、それで俺もどっちかっちゃ、はい、甘やかす方じゃん、はい、俺ベタベタしたがりじゃん、はい、みんなでワイワイやりたがりなので、はい、まあいい意味だよな、まあそうですね、うん、まあ、ただお前がもうちょっとじゃあねこっち来て、はい、いくら稼げるようになるかわからんけど、はい、まあやらなつまらんしね、まあそうですね、一回やってみたら力は貸さんぞ、はい、大丈夫です、え、大丈夫です、トラックも貸さんぞ、まあ作業車1台ぐらい貸してるわ、やるわ、作業車いいっすか、プロボックス1台ぐらいは、ありがとうございます、それがもうお金も応援しんぞ、はい、お金貸したら誰でもやれるよな、はい、そうっすね、うん、まあやって、はい、まあ、1年なのか2年なのか3年なのか、はい、10年なのか、10年塗り替え道場作ってます、うん、お前のドキュメンタリーでも視聴者も減っていくかもしれない減っていくか増えていってるからだからそれドキュメンタリーでも面白いと思うけどな、面白そうです、真剣にガチンコで芸、はい、人たちも行って成長するじゃん、絶対変わるじゃん、まあ、そうですね、で風当たりも強くなると思う、はい、これからの、はい、今までお前が俺の風を受け取ったと思うんだけど、はい、
で、まあ、お前がオブラートに包んでっていうか、まあ、ミーティングで落とし込むっていうか、はい、言葉変えて伝えていくわけじゃん、はい、うん、だけど、まあね、あいつらも俺からの直接の風当たりを受けたら厳しい面もあるだろうし、はい、うん、まあね、まあ、この一番忙しい時にこれからっていう時にな、そうっすね、まあ楽しみにしとるわお前の成長、もう何回も言って、じゃあ俺も辞めさせるの文句言うやつもあるかもしれない、何回も言っておいたら別に辞めさせる辞めさせるとは言ってないけど、はい、しっかりしてくれよって言う確かに毎回それなのに最初に出た言葉俺悪ないっすよしゃがーって言ってそれだけ覚えてる俺てめえの悪いかだから聞いてられんねーってバーンって、違う一瞬曲がりましたよ怖い曲がった精神ブワーって怒っていきなりピタッと止まって、気づいたらもう僕こうなってました一瞬その沈黙の曲がった多分一応俺も考えたと思う出すまあでも分かったんじゃない、いいんだよな、まあね、はい、まあこれでも俺もいっぱいあって人殴っとっちゃあかんけど、はい、まあ怪我させてる感じな、まあでもみんなにも言われましたもんね、なんて多分社長の方に電話言ってるじゃないですか、昔働いてた従業員から、いや今寺道君が暴れてますとか言って、そうああそっちからな、殴れやいいんだってやつ、寺道君なんてやつ殴れるのは分からんってやつあいつらがね、はい、ああそうそう、もうそうだよね、俺もだって店にも行ったもんだって、はい、まあ、別にお前を庇護するわけじゃないけど、はい、うん、まあまあ警察にも突き出してくださいと、まあこいつはもう今日本当に謝罪しに行くんだろ、はい、こうやってまあ店も直、まあ、まあ人は殴ってないけど店をちょっと皮バーンやったんだろ、はい、俺ももっと大げさかなと思っとったら、はい、で俺もこいつに会った時何も聞いてないもんね、はい、何があったんですかも別に聞かんじゃん、はい、そんなこと、まあでも俺は何が起こってるというその時の暴れたはあると思うんだよ、やっぱ酔っ払った席だしいろんな人がおるもん、俺もな、まあ、失敗って1回や2回じゃないから、はい、でも多すぎる。こうやって続き続いたもんな、お前なんか。もう なんかもう、負のスパイラルだよ。まあそうですね、今。でもなんか周りも上げてくれるわけじゃない。はい、それもあるだろ。まあそれもあるです。まあ甘えてるけど。道君、道君って、はい、会いたい、会いたいとかな。はい。な、まあ、それはあるっすね、うん。それはまあ自分で身につけながら、まあ経営者だったらそんな、ひとたまりぐらいだな。お金でもなんでもそうだよな。はい。誘惑はもう、100倍、200倍誘惑が増えるでな。はい。うん、だからそこを自分は、やっぱ乗り越えていかなきゃ壁だよね、まあ、それよりはまあ南瀬子なんかもう十分やれるんじゃない、はい、でまた、まあ、あいつはもう認めるかどうかわからんけどね、はい、まあ、それも今日みんな集まるんだろ、今日だと思います、まあ俺も含めてみんなで集まって今から足場半でもうしっかりミーティングして、もう逆にそれやってこの動画の最後のおまけでやっぱりなくなりましたっていう可能性もあるしな、はい、ああそれもあいつらが無理です、やっぱミッチ君やめさせてもらったら困りますって言ったら俺はまあやめんかもしれない、はい、まあ、それは提案しない、その別にボトムアップでこうこうこう考えてます、ミッチ君こうやって止めれます、僕らはミッチ君のこういうふうにできますってなったら、まあ、話は聞くし、はい、それは前からミーティングで決めることで、俺とお前は今話は固まってるけど、はい、まあ、俺はやってみたいは今なんだろ、まあそうですね、それはあるですね、もうやめてけお前クビだって言ったら目がキョーンってなると思ういいっすかみたいな、殴られてさらにやめていいっすかって言って2個美味しいんだけどみたいな、もう君だぞ村田みたいな顔しちゃったな、ちょっともう飛びられてよやったおーまだ降りるなお前とか言っててめこっち日曜日の駅来たんやーって、しかも俺アデランスだったんだわその日アデランスのメンテナンス行っとったなんて、はい、こいつから寝腹取って、うわメンテナンス中だからと思って、はいはい、まあ、テレビ電話するのも恥ずかしいじゃん、はい、テレビ出したらもうこっち ないんだもんな、ね、またこうそっとるもんね、本当になんか落ち武者みたいになってるわけよテレビ出はもうできんしなと思ってさ、はい、まあいいんじゃない、はい、まあ今日の夜ミーティングの動画には上がってないと思うけどね、まあそうですね、夜ミーティングは、うん、まあそこは真剣に話さなかった部分だし、はい、うん、まあでもまあ L もあるね、失敗しても成功しても、はい、まあ L もあるし、まあ俺も L もあるよな、お前がおらんくなってお前一曲で頼っとった部分もあるから、はい、うん、まあ、YouTube は出なかったお前、 YouTube は逆に出たいっす、え逆に出たいっす、出さんって、はい、やめるっていうのは、寺西君っていうのはまあやめる、独立する、自分のためだけっていうか、まあ、自分のためにやるのは間違ってないんだよ、はい、だから俺はまあどんな社員でも、ね、塗り替え道場のブランドを上げてもらえる人に画面の前に出てもらうことだから、はい、寺西君も YouTube やるならまあやればいいだろうし、はい、だけどまあお前はまあこの一応は1年修行行く、自分でいっぱいやってみるのもありだよな、はいはい、だけどやっぱりやり始めてやっぱ僕はもう戻るつもりがなくなりましたっていうのはもう別に仲間でいいわけじゃん、はい、YouTube はもう出せんよな、出てもらえば助かるけど、はい、視聴者もそれは出てほしいって思うけど、はい、でも俺はビジネスのためにやってることだから、
から、はい、あくまでも今塗り替え道場っていう傘下の下におる人たちの成長日記みたいなもんでしょ、はい、まあ、もちろんね、寺西君とかミッチーが出てくれることは視聴者も喜ぶことかもしれないけど、視聴者を喜ばせるためじゃないからね、はい、たまに出るんですよね、まあ、まあ、たまに、そうそう、また寺西君もそうじゃん、もうね、今度あると寺西君もあと1週間2週間だろ、はい、そうです、ね、まあ今でも来るもんな、やっぱコメント、はい、で、ね、全ファンがおるってことはいいことだろうし、はい、うん、まあそれは嬉しいことだけど、はい、まあね、リュウジとかライブも成長しかなかったしな、はい、画面の前に立つ以上、そうっすね、うん、お前ってうれしそうやっけ、お前独立するかと、お前こっちも殴ったろ、いやどうする、私今日これからミーティング行くじゃん、はい、ミーティング行って明日また動画撮ってますね、両方行ってるよ、コンパコンポーラントって、でまた明日動画もう一本2日連続の動画になったら面白い、面白い、まあ、視聴者の皆さんそれもあるかもしれない、ね、それもあるかもしれない、明日の朝6時楽しみにしてください、よろしくお願いします。あ、あと、まあ、ちょっとね、こんな、はい、なんか、まあ、しょうもない話だけど、まあ、建設業界で、まあ、よくあるって言ったら分からんけど、まあ、いろんな会社があるから、まあ、うちの会社はまあこういう、まあね、中でやってる中で、今建設業マッチングっていうね求人あって、はい、まあね、まあ、いろんな会社があると思う、そういう、ね、親子関係みたいな粘っこい関係のところとドライな建設業ってあると思うんですけど、はい、いろんなマッチングってあるんで、ぜひそのマッチングで、マッチング道場じゃなくて求人道場か、はい、求人道場っていうので検索したら出てくると思うん で、はい、で建設業と求職者、ね、で、まあ、仕事も探しに行くならぜひ見てください、結構登録されてるんで、はい、建設業専門の求人サイトなんで、はい、ぜひ見に行ってください、お願いします、よろしくお願いします、また見てね。